家具を吊り下げる時の方法を説明します。まず家具をこうしっかり布団でくるみます。そしてロープを開放のロープに巻きつけるようにして、ここにこういうふうにロープをくくります。そうするとここのコブはしっかり締めてください。そうすると長い方がこういうふうに家具締め付けていけるので、しっかり締め付けて、これで吊り上げ吊り下げを行います。必ず2本巻くことをお勧めします。なぜ2本かというと、吊り下ろす時のバランスをこう取るために、まあ、2名で大体行いますけど、できるだけ家具が傾かないようにバランスを取りながら下ろすために2本です。家具の吊り下げをします。屋内が狭くて家具が通らないとき、屋外から搬出します。窓の位置、大きさ、着地点の状況で場所を決めます。今回は廃棄品のため梱包はしていません。長はしごをかけ、ロープ2本をしっかり結び、はしごに沿わせて下ろすため、引っかからないように表面を下側に向けます。はしごの先端に当て布団を当てて、2人でバランスを取りながらゆっくり滑らせるように下ろします。完了。